ライブのノート PC はどこにでも持っていける相棒。薄くて軽いのにパワフル。一言で表すとオールラウンダーかなと僕は思います。普段ノート PC を現場で使うときに 4K とか 8K のロー素材を扱ったりするので、再生とかがやっぱりちゃんとできるっていうことと、現場でちょっとだけカラコレをしてみてどうなるのかっていうことを結構ノート PC でやったりしますね。ダイブのノート PC を使ってみて、まあ、4K とかのロー素材は全然そのままで再生できたし、カラコレとか揺れをなくしたりするワープスタビライザーをつけても全然再生もうサクサクできてたので、その辺はやっぱりすごい助かるしいいなと思いました。あとトラックパッドが大きいっていうのがその場で編集したりとかする上でめちゃくちゃ役に立ちますし、やっぱり軽さですね。持ち運びを前提にやっぱり僕はノート PC を使うので、その軽さっていうのがやっぱりめちゃくちゃ良かったですね。モーショングラフィックスにおいてはやっぱりレビューを何回も繰り返してトライアンドエラーをしてクオリティアップしていくので、ハイスペックな CPU とメモリと GPU が必要で、そのエフェクトをたくさん使ったりするときにすごく高負荷な処理になってしまうんですけど、ダイブのノート PC はそのあたりの要件を全て満たしているなというふうに感じました。一番はでも CPU がいいのかなっていうふうにちょっと感じましたね。見た目がすごくシンプルなので、まあ、なんかどこに持って行っても全然こう馴染むマシンだなっていうふうに思っていて、まあ、USB のポートとかもすごく過不足なく搭載されているので、シーンを選ばないマシンっていうふうに思ってます。 3DCG は CPU や GPU にかなりの高負荷をかける作業でスペックっていうのが求められるんですけども、 Dive のノート PC にはハイエンドな GPU だったり CPU のラインナップが豊富に揃っていて、シーンを構築する上では重さは特に感じなくて、そうですね、ボリュームを使ったレンダリングでもサクサクとレンダリングしてくれました。正直この速さには驚きました。CG をやっていると海外サポートとかのやり取りがどうしても発生したりしてしまって、こうやり取りにストレスを感じたりっていうのは必ずしもあると思うんですけど、日本語のサポートで対応していただけるというのは安心感はあると思います。やはりノート PC はスペックがそこまで出ないというのが僕の今までの固定概念というか、ノート PC でも 3DCG ができる時代が来てるんだなというふうに感じました。